さあ時刻は2019年4月30日火曜日23時59分でございます。令和を迎える前にガチャ画面入っております。それではカウントダウンいきましょう。5秒前から5 4 3 2 1、さよなら平成第1回。まあまあまあ、これはもう前回と同じ理論でございますね。ちょ、ガチャ画面に入ったのは平成でしたから、これ。ということで、改めまして、どうも、マルベリーです。星のドラゴンクエスト実況やっていきましょう。先ほどの画面は精神装備でございましたが、日付回りまして、2019年5月1日、正真正銘、令和新元号を迎えましての、1日1回無料、初ガチャでございます。んでいわなんかね、もう、レイテイ問題だったり、テイレイ問題だったり、前回動画で掛け声どうするかなんて言うてましたが、全くどうしようか決めておりません。そして最近ガチャ動画ばっかでね、まあ立て続けに新しいガチャがね、来てるということもあるんですが、令和一発目どうでしょうか。ここでね、幸先よく星5スタートなんていうね、本当に素晴らしいスタートを切っていただきたいんですが、全く余談なんですが、ゴールデンウィークも入ったということでね、子供の野球の練習とかをね、手伝ってて、この間ちょっと親子大会があって、もう全身筋肉痛バキバキ状態で、満身創痍の状況でございますが、今日もね、子供たちが新元号を迎えるにあたって、0時まで起きてるっていうんでね、ちょっと一緒にUNOなんかやりながら、家族みんなでお正月みたいな感覚で、私は令和を迎えました。第さあ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 、もう何がどうもね、なかったように進めていきますが、昨日お知らせの方でね、もうすでに上がっていたということでしたが、ちょっと画面戻っていきまして、新元号令和最初のバケセレクション。今回も10連勝回のみ無料。今回はなんとナイトメア装備の新装備が登場するよということでね、もうこちら公式 YouTube チャンネルの方でも上がっておりましたが、ナイトメアスタッフ、そしてナイトメアロッド、さらにナイトメアハンマー、ナイトメアスナイパーという形で、それぞれ新スキルもね、来たということでしたが、ナイトメアスタッフの方が、まずは関東性能がこんな感じでございますね。このメインスキル、無限の風、CT24 秒のスキルマですね、仲間全員の HP 回復に守備力1上げということで、これを含めて考えると関東性能もまあまあ面白いなっていう感じですよね。でポイントとしては汎用スキルでどのスキルにも入れられるということと、無人のブレスが新しく追加されて、敵全体土ブレ 50% 混乱ということで、 CT も18秒、これも闘技場向けなのかなっていう感じですよね。補助 B でございました。さらにナイトメアロッドが関東性能、攻撃 A がこれ4枚詰めるというメインスキルも含めなんですが、メインスキル無人乱撃、 CT15 秒スキルマ、威力 130% の異様属性4回敵いずれか、ルビコンで異様特攻コンがまた西欧号雷撃とね、どう組み合わせるかっていうところもありますが、コンで見えてきたのと、ナイトメアハンマー貫突性能、こんな感じですね。スロット性能ね、全部優秀なんですが、無限落としが 500% ドルマ属性、 25% ドルマ耐性減、敵単体ということで、補助 A の CT15 秒ですね。全体的にスキルスロット性能は優秀なんですよね。ただ攻撃力がハンマーもコンもですけど、ちょっと低めなので、貫突っていうよりはやっぱりスキル抜き出して使えるかなということと、弓ナイトメアスナイパーは関東戦のこんな感じ。補助呪文 A3 枚詰めるということですが、メインスキル CT14 秒、 S スキルでしたね。仲間1人の HP200 回復に素早さ2上げ、こっちは弓専用なんでね、ルビ弓にうまく入れて活用できるシーンが出てくるか。そしてラインナップに西洋系は西洋の剣と西洋奥義来てくれましたね。こっちハンマーはちょっと入ってなかったみたいなんですが、今回で西洋奥義引けるか、そして竜神槍も引きたい人はっていう感じですかね。まああと杖、竜神杖、地獄フラ、あとエンデオーギー常連勤も来てるんでね。その他前回のやつと同じく常設含め、敵割合も前回と変わらずということですね。10% の 0.5 ほか 0.02 系、確定枠も 0.5 のほか 3% とちょっと高めのやつですね。レビューはさらっとという感じで、今度は令和一発目の10連ガチャでございます。確定枠外が何個出るかというところの勝負。10連初回無料はね、なかなか引き厳しいなという印象ですからね。今回の新装備も抜き出してね、使っていくような感じにはなるのかなということで、まあ、上級者向けということもありますが、まずは行ってみましょう。令和一発目10連行こうぜ。デイーンさあ、うー、確定枠もならず、確定枠外が一個も来なかった。やりましたね、令和一発目。
マジかー。まあナイトメア新装備もね、まあ、あるに越したことはないんでしょうけどね。絶対欲しいかっていうと、まあ今後ちょっとやっていく中でどうなるかわかんないですけど、無限の風とかね活躍しそうな感じもありますが、まあ、ちょっとどうなるかわかんないんで多少様子見。一応期間は5月の6日23時59分までということで、そこまで期間長くもないんでなかなか難しそうですが、あとは第6回バトリア杯も始まったみたいですね。バッチ更新されております。さらにはギガバトルイベントの方、ギガ電はね追加になるというお知らせが上がっていて随時追加されておりますが、隕石マップの方も更新されているようです。そして5月スペシャルスカウトバトリア杯、いろいろありますのでちょっとこっちも見ていきましょう。バトリア杯更新に伴って魔物系の来てたイベントは終了しました。闘技場チャレンジ系もね更新されております。あとはこちらもツイッター等で事前に情報出ておりましたが、新スカウトモンスターでございますね。気になるところなんですが、さあ5月スペシャルスカウト見ていきましょう。来ました、この牛名将軍ですよ。今回も100メダル、もちろんメダルは足りておりません魔物のスキル、メインスキル超早ぶさ切りに性格勇敢、勇敢なるものですね。ステータス素早さもまあまあ良さそうなのと、ポイントは通常回数プラ1に剣士の恵みですね。攻撃特技発動後 100% で自分の HP50 回復。結構この自己回復系が、この底力もそうなんですが、HP20 未満で自分の HP100 回復と眠り幻惑解除。さらに自分の攻撃力 40% 上げということで、このピンチに底力系が今回の3体ともついてるみたいですね。スロット性能、剣専用でございました。バランスも良さそうでございます。系統は獣系ということでちょっと偏りはあるんですが、系統ボーナスが来たことでね、逆に今組み合わせで使う方が優位性が高いかなということもありました。で、もう一体ゴレオン。こちらいきなり魔物のスキルチャージがついておりまして、メインスキルは鉄球落とし。で、あといきなり倍死がついているのと、こっちも同じくピンチにゴレオンの底力ということで、状態条件がこっちは混乱麻痺が解除されると。あとは内容同じという感じでしたね。サブスキルも補助 AP という感じです。ゲルニック。こっちは呪文系に特化したという感じでしたね。強調の眼差しでいいのかな？メインスキルが敵全体それぞれパーセンテージの確率で混乱原因枠付与、呪文耐性 25% 減少がついてるようでございます。またピンチにゲルニックの底力。こっちも内容ほとんど同じで、状態上が封印と休みを解除ということで、攻撃呪文 A が2枚パターンでございましたね。で、種族は鳥系でした、まあ、ゴリオンも獣系ということでね、スロットに関しては無知専用になってますが、ギュレイ将軍の方もね獣系なので、優先順位としてはやはりギュレイの方が高くなってくるかなという感じですが、ゲルニックに関しても鳥系と合わせてどう使えるか、50枚の方は一旦様子見で、やはり牛名将軍優先かなという感じでしょうか。あと本ね、あの性格の方のバランス調整があって、幻惑とか状態条件の耐性が 60% つくやつ、あれ欲しいんですけどなかなか来ません。そして今回はちょっと牛名将軍入れたいので、頑張って育ててたメンツで結構断捨離してほとんどラインナップ少なくなってるんですが、この中でももう使わないやつちょっと断捨離していこうかなという感じで、無理やり100枚作っちゃいたいと思います。ちょっとお別れしていきます。さあ平成とともにこの3体とまずはお別れ、またね、さようならまあでもこれでも15枚か、まだ足りないですね。もうあと何体かお別れしないといけないな。まあ各種属性系のイベントがあるんでね、1体は属性ごとに残しといて、あと使用で使ってないやつらはお別れしていくっていう感じでやっていこうと思います。さあ続いてこの子たちともお別れでございます。さようならみんな、あーバイバイ。これでただメダルは足りたんじゃないですか。ちょっと見てみましょう。100枚超えたかな？ OK, OK, OK。なんとか100枚突破。さあ、牛名将軍入れましょうよ。ちょうどね、私、トンキーをね、お別れしちゃったという、後悔してるなんてことを言ってましたが、まあ、獣系のね、属性ボーナスをうまく使いたいんですが、このキラパンと牛名パターンでの運用をちょっと私は個人的に考えております。そのためにちょっと牛名をね、早速育てていきましょう。まあ、レベルマンまではまだまだちょっと遠いでございますが、さっさとレベルマンにして、ちょっとこの牛名の方も使ってみた感覚、キラパンとの組み合わせでね、どんな感じになっていくのかなんていうのを、今後動画でやっていこうかなと。で、またね、モンスター闘技場の方の総合ランキングみたいなやつの更新もやるとかっていう風に過去言ってたんですが、どん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 追加になっていくんでね、なかなかタイミング難しいんですが、そこら辺と合わせて、近々内容をまとめていこうかなと思っております。さあということでございまして、バトリア杯始まったということと、スカウトモンスターのレビューもさらっとという感じでございましたが、
新装備レイガ武器セレクションと、あとはギガバトルイベント、ギガ伝が随時更新されていくという感じで、ゴールデンウィークイベントまだなんか追加があってもおかしくないかなっていう感じですが、今年は10日間あるみたいですからね、ゴールデンウィークね。個人的には新装備のナイトメアスタッフのメインスキルと西欧奥義あたり出てくれないかなでちょっと考えたいところもあるんですが、まだね、精神装備の方も同じく5月6日まで続くということで、ちょっと悩みどころですよね。でその後ドラクエの日を迎えて、本当にガチャの更新の頻度がこの短い間にね、ポン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 ポーンと来まくっちゃってる感じなんで、なかなか資源が追いつきませんが、皆さんもジム運用は計画的にということでございまして、この動画いいねと思っていただいた方は高評価、チャンネル登録お済みでない方はぜひとも登録ボタンポチッとなどよろしくお願いいたします。今回の動画はここまで、最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。